私たちなんかちょっと季節外れ的な感じだよね。なんかやっぱ天気が良くて暖かいと景色が違って見えるな。ねえ、今ね午後3時ぐらいだけど、全然朝から何も食べてないからね。だから美味しいものをちょっと食べに行こうと思ってる。バス乗ります。いっぱい頼んじゃう。やばいよ。お久しぶり。美味しい。最高に美味しいんだけど。やば。めっちゃ美味しそうだね。ねえ。めちゃくちゃ美味しそう。美味しい。うん。めっちゃ美味しい。美味しそうだもん。見るからに。あ、めっちゃ美味しい。どんな感じ？これ。ちょっとピリ辛して、うん、魚のあの粉の風味が上がってきて、醤油味で美味しい。魚介系？魚介系だけどちょっとピリ辛した混ぜそばみたいな。よきよき。でニンニクが効いてるね。刻みニンニクが入ってたからさっき見たら。私が好きそうな味でしょ。確かに。ね、美味しいよね。つけてもらいきます。熱いよ。ま、ちゃんと汁入ってる、食べたい。食べよ。皮がツルツルしたけどめっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しい。追加で頼みたいくらい。出た出た。ちょっとね、健康を気遣ってレバーを食べます。美味しそう。レバー大好きだもんね、私たち。めっちゃ美味しい。プリヤもここにコチュカルつけて全部食べるんだ。美味しいよね。あ、やば。めっちゃ美味しい。これサクサクしてね。
これミニラーメンでいいですね。ね、うん、ちょうどいいね、うん、最高だ、うん、買いました。あ、それ色いいね、ベージュ。それも着てみて。自分まるか。着ました。どう？自分まるかちゃんだよ。よく似合ってるよ。6,798円。本当は8,900円。まあ好きな方買いなさい。ミス優柔不断やからね、うん、ミス優柔不断です。これ始まったらなかなか終わんないよ、ね、あ、いいね、大きいね、かっこいい、うん、かっこいいよ。あら、よくお似合いで。ヨボに出会うために作られたね、このカバンは。うん。買いました。これ。あヨボがいちご大福買いました。いちご大福大好きだから、買っちゃったの。何個買ったの？2つ。1個ずつじゃなくて2個だから。2個だよ、1人で2個だよ。あ、これこれ欲しいな、これ買う。はい、分かった分かった。わあ、初めて見たよ。うん、これめっちゃ美味しいよ。美味しそう。食べよ、うん、何がいいよ、こう。いや、でもいいよ、このカスタードクリーム、うん、これめっちゃ美味しいよ、大好きなの、うん、カンジャタン作ろうと思ってね、買います。背骨のやつが売ってないからスペアリブでしようと思って。あー、明太子いいな、明太子食べたいな、ね、広すぎてすげー、そうカオスだ。なんか私こういう大型店大好きなんだよね、うん、めっちゃワクワクする。スーパーが大好きなんで、うん、わあ、やばいやばい、ニンニクこれ見て、すごいやばい、え、これ欲しいかも。あ、ケンニムあった、あ、安い、オディオディ、ケンニムいっぱい入れよ。4個ぐらい買った。あ、そうだね。あとはね、カムジャ、カムジャ、カムジャ買おう。あ、ネギネギ、あ、ネギも上等なネギあるやん。ヒレ3本入ってるやつにした。これ種類がようわからないよ、私。あ、でも煮物とか書いてるからこっちで合ってるかも。ヨボには何それ？これクッキー種、うん、私はなんかドーナツ型のやつ。どう？カスタードクリームが最高に美味しい、うん、何これ、めちゃくちゃうまい、うん、うまっ、めっちゃ美味しいね。うん、でもラッキーだったね、これ売り切れ、うん、最後の2個だった。そう、うん、あ、大丈夫かな、ちょっと待って、
うまい。のちょっとビターな感じと、カスタードクリームが絶妙ですね。おいしい。2個なんてもう一瞬で終わるよね。これね、東京に住んでる時は本当に月に何度かは絶対食べてた。前通ったら買いたくなるね。そう、びっくりした。やっぱ食べ。この本当にこのクリームが美味しいよね。最高。おなかすみたー。おなかすみたー。でもね、やっぱ甘いやつを食べるとキムチが食べたくなる。なんでだろう。なんかラーメンが食べたくなる。またですか。いや、美味しかったけど。9時にシュークリーム2つも食べてもったよ。今日歩いたのも超消しよ。そうだね。まあ大して歩いてもない、ずっとバス乗って何千歩行ったか見よう。そう、1万歩行ってるやん。行ってるじゃん。1万歩歩いたよ今日。えらいえらい。昨日何歩やった。28歩。家から一歩も出てないからね。ウケる。あれやばない。悪い人たち。ありがとう。熟成したこれ。ほんとだ。足りんやろ。誰ペブロとか言うんだっけ。足りんやろ。一個はキムチを食べ始めたら止まらなくなる。韓国にいるとキムチのありがたさとか全く分かんないけど、家にいつもあるから、家でつけるから。ああそうだね。家キムチがあるし、あとおかんが教会行ってもらってくる。ね、あるよね。うちもなんか知らんけど、漬けもあるもん、もろうて。ありがたいね。どうもごちそうさまでした。ごま油多めでも大丈夫です。砂糖、味の素、ガーリックパウダー、すりごま、いっぱいある方が美味しい。味見してみて塩気が少し欲しいなっていう時は岩塩入れます。でひたすらトントンしながら混ぜる。ちょっとしなっとしてきてね、いい感じです。ココナッツオイル。で焼き上がったリンゴにシナモンかけます。ココナッツオイルもあのココナッツの匂いがする甘いオイルの方が結構美味しいと思う。これは匂いがしないタイプだけど。焼けた。玄米パン。あーめっちゃいい匂いするよ。いただきます。美味しいんだよね。パンが美味しい。美味しいね。これとチーズも合うね。マイク。ナート。マスター。リンゴとチーズ合うね。前ブルーチーズとリンゴやってて、あれ一番美味しいね。
これでパンケーキとか作ったらめっちゃ美味しそう。やってるやってる、ボディビルダーの人たちが、ねね、プロテインパンケーキ、うん、最近太ったここに肉がついたからね。ご飯食べた後だけどスーパー行きたいと思います。はい、真水行きます。真水です。真水10時までやってるからね、これは行くしかないなと思って行きましょう。着替えた多分ね、めっちゃ暑いはず今日。そう、今気温が19度だって。今日昼間めっちゃ暑かったもんね。母ちゃん行きましょう。ここ細長いやつあるよ。どっちでもいいよ、一個ずつ。うん、茹でてそのまま あれにつけて食べる。 あのオレンジ色のやつ。そうそうそう、わかるわかる。きたきたきた、また買いますよこれ。でも一瞬で食べちゃうからね。コンソメパンチ2個も買った。じゃあデカビタ2本、うん、やった。夜はね、大好き、めっちゃ食べてた。これもなんはこれ、あ、好きだね。蜂蜜あるからね、レモネード。こんなもん。そうだ、いいじゃん。ちょっとさん欲しくないね。いきましょう。お、ホットケーキミックス。本当だ、へえ。ここを書いてるから買いたくなるね。ねえ。ああ。シュールな顔してるよね。好きだね。うん。大好き。止まらない。やっぱパウダー 150% がちょうどいいね。ちょうどいいんだ。普通のやつはちょっと物足りない。物足りないんだ。うなぎを食べるので今から走ってスーパーで山椒を買ってくうちの人コールじゃん、はい、お願いします。携帯持った？持った。うん、お願いします。いってらっしゃい。私はちょっとうなぎの下準備をしますね。目玉焼きのフライパン。嬉しい。嬉しいね。欲しかったね。ずっと欲しかった。目玉焼き作ろうね。うん。はい、それではうなぎを盛り付けていきたいと思います。ジェイヌマユミコさん。ジェイヌマです。なんか盛り付けのコツとかはあるんですか？そうですね、うなぎ盛るときは平たくご飯を盛ります。ああ、そうなんですね、はい、勉強になります。そしてね、山椒も好き好きがありますので、うん、唐揚げのレモンと一緒です。なるほど。かけるかかけないかを伺う、もしくは目の前にそっと置くという心遣いをしてみてはいかがでしょうか。なるほど、さすがです。
ところで唐揚げにレモンをかけられる方ですか？私はかける派なんですけど、はい、1個目の唐揚げはカリカリジューシーでそのまま食べたい派なんです、はい、で味が分かった後にレモンかけたい派なんです、はい、レモンかけちゃう人とかいるでしょ、はい、何も言わずに、はい、それ見た瞬間にこの人とは一生お友達になれないって感じるタイプです。なるほど。レモンなんかかけません。目の前にある肉を食べるだけです。レモンの存在気づきません。気づきません。だから私たち相性がいいんですね、きっと。そうですね、はい、ではうなぎを盛り付けたいと思います。韓国もうなぎ食べるよね、うん、こういう感じ？あの焼肉屋さんみたいな、うなぎを焼く。タレはコチュジャンのタレと塩。もう秒でなくなるんですけど、どうすればいい？本当だね、スナイパーみたいな言い方し、うちだ。うまい。うまい。もう一個来るよ。いやあ。つうことで、はい、今週はこういう一週間でした。バイバイ。またね。